このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。田中女性選手の不動産大学、特別用途地区と特定用途制限地域、よく出る引っ掛け編ということで、このチャンネルは完全独学で心の資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、言い回しがすごく似ているこの2つのエリア、特別用途地区と特定用途制限地域、これですね、宅建試験では言い方が似ているというだけでですね、よく引っ掛け問題に使われるんです。皆さんもこの2つのエリア何が違うのかよくわからないけど、とりあえず単語だけ暗記してるっていう方いらっしゃいませんでしょうか。これはですね、この2つのエリアというのは名前がですね似ているというだけで全く異なるエリアです。全然趣旨が違います。それがですね、ちゃんと理解できていればですね、この両者を入れ替えたですね、姑息な引っ掛け問題が出た時にですね、鼻で笑うことができます。これはですね、もう超初級者のですね、知識の浅い受験生を引っ掛けるための引っ掛け問題なので、ちゃんと理解してですね、勉強している方にとってはですね、こんなの引っ掛けにもなりませんので、そこのところですね、今日ちゃんと動画見ていただければ理解できますんで、ご安心ください。ということで早速いきますよ。その1、特別用途地区。はい、これはですね、補助的地域地区のことでございます。不動産大学でよく言っていますけれども、都市計画の勉強をするときにはですね、今どこのことを学んでいるのかということを常に意識することが大切という話をしてきました。このですね、特別用途地区っていうのはですね、このですね、これフィルターですね、都市計画っていうのはどんどんフィルターを重ねていくっていう話をしましたが、このフィルターの中のですね、この辺りのですね、フィルターのことだということをイメージしてください。ということで、これは補助的地域地区でですね、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区、これがですね、特別用途地区でございます。まあ、これでもちょっとまだよくわからないという方いらっしゃるかもしれませんので、もうちょっと具体的にお話をします。例えばですね、第一種住居地域に学校があるとします。でですね、学校の周りってですね、まあ家が多いですね、住宅系が多いんですけれども、これ通学路までですね、全部住宅が多いとは限らないですね。皆さんの子供の時代を思い出してみてください。通学路に何がありましたでしょうか。結構学校の通学路栄えてたって方いらっしゃいませんでしょうか。そうなんです。これ学校の通学路までですね、全部住居系のですね、用途地域だとは限らないんです。例えばですね、近隣商業地域だったりするわけなんです。そうするとどうなるでしょうか。皆さん近隣商業地域覚えてますでしょうか。そうするとですね、これ通学路にパチンコ屋さんとか雀荘なんかができてくる可能性も十分にあり得るんです。はい、皆さんそういうところに子供通わせたいでしょうか。まあ私実際通学路にですね、パチンコ屋とかあったりしたことありましたけども、これですね、保護者としては嫌ですよね。私だったら絶対に嫌です。そこでですね、こういう場合に関しては文教地区っていうですね、特別用途地区を定めることで、ピンポイントでですね、パチンコ屋さんとか雀荘ができないように規制をかけることができるんです。これはですね、もうまさにフィルターの上からフィルターを重ねているというイメージなんでございます。ここの部分だけはですね、ちょっとこれ通学路に近いからやめとこうね、パチンコ屋さんとか雀荘はちょっとやめとこうねっていうフィルターをかけるということでございます。これがですね、特別用途地区でございます。だ、特別用途地区っていうのは、ね、それ自体は名前というよりはですね、今みたいに文教地区とかですね、何々地区っていうですね、なんかこうそのイメージが湧くようなですね、名前がついています。例えばですね、東京都内でもですね、大学の周辺なんかだと、この文教地区っていうですね、特別用途地区が定められていることがよくあります。あとはですね、駅前の商業地域だけれども風俗店だけはですね、ちょっと規制をかけておきたい場合とかですね、用途地域の中の一部のエリアにピンポイントで規制をかけるときにですね、このフィルターを使うと、そういうイメージでございます。それが特別用途地区でございます。これを頭に入れていただいた上で、次にやるのがこれです。特定用途制限地域。はい、名前似てますね。似てますけど全然違いますよ。よく聞いてくださいね。用途地域が定められていない区域にこれは定めるものなんですけれども、これですね、不動産大学流に分かりやすく言いますと、特定の用途に規制をかけます地域、これのことでございます。まんまでございますね。これ例えばですね、具体的に言いますよ。これですね、危険物の工場ですとか風俗施設とかですね、大型商業施設、こういったものですね、名前の通りですね、特定の用途を制限する地域ということなんでございます。これですね、地域というふうに名前がついていますけれども、これ自体はですね、別に用途地域ではありませんのでご注意ください。これですね、用途地域が定められているエリアというのはですね、建てられる建物が建築基準法で決まってますよね。で、用途地域が定められていないエリアというのはどういうふうになっているかというと、規制がないんです。ということはですね、どういう建物でも OK になってしまうんです。だからですね、特定の用途だけストップをかけるために特定用途制限地域があるということなんでございます。はい、わかりましたでしょうか。はい、ちゃんと理解できているかどうか、ちょっと皆さんにお聞きしますよ。市街化調整区域に特定用途制限地域が定められるでしょうか。はい、どうでしょうか。はい、ここまでの流れを聞いていただいて、ちゃんと理解していればですね、これがですね、定められるかどうかが判断できるはずです。いきますよ、これ理由も含めてお答えください。
はい、いきますよ。答えいきますよ。市街化調整区域は原則として用途地域は定めませんが、原則ですね、全部の用途の建物がダメ。要するにですね、一番厳しいフィルターかかってるんです。もう一番なんですかね、こう網が細かいフィルターを思い浮かべてください。もうほとんどのものは禁止されてると思ってください。ここにですね、さらにですね、そういうですね、もうすごい細かいフィルターかかってるところの、さらに上からですね、ピンポイントであるですね、特定用途制限地域のさらに細かいですね、フィルターを被せる意味ありますかってことなんです。ないんでございます。だってですね、それよりも厳しい規制がもうすでにかかってるんです。ですからですね、これ特定用途制限地域というのは市街化調整区域で使えないというよりもですね、使う意味がないということなんです。それに気づければですね、ちゃんと理解ができているということになります。要するにですね、用途地域の番外編で、主にですね、風俗関連施設とかですね、大規模な工場、店舗などの居住環境にですね、支障を与える恐れのあるですね、建築物等を定めて、その立地をですね、規制する地域を指定するものなんでございます。だから制限というふうにですね、ついているんでございます。対してですね、さっきやった特別用途地区っていうのはですね、用途地域内の施設のですね、維持のですね、利用増進のためにかける規制なんです。例えばですね、準工業地域にですね、工場で作ったものをですね、円滑に流通させるためにですね、流通関係の施設を集中して作らせたい時なんかにですね、それ以外の建物を建てられないように規制をかけたりするというような側面があります。あくまでですね、用途地域内ですから基本的にですね、発展させたいんです。これ特別用途地区っていうのはですね、発展させるためにですね、考えていく規制なんでございます。対して特定用途制限地域というのは、用途地域をですね、定めていないエリアですから、発展させたいわけじゃないんです。勝手なことをされないように規制をかけたいだけですから、規制の内容や趣旨がですね、全然違ってくるんでございます。同じ規制でもですね、趣旨が全然違ってきます。ですからですね、特別用途地区の方が利用を増進させる側面がありますから、どういう制限をかけるのかっていうのはですね、すごく頭を使いますし、内容もですね、すごく複雑になってきます。で、地域の特性に合わせてですね、規制をすごくオーダーメイドで考えていかなければいけないんです。東京都のですね、一部の地域にかける規制と、これですね、田舎のですね、地方都市にかける規制がですね、同じっていうわけにはいかないんです。ですからですね、すごく皆さん考えてですね、どういうのがいいかっていうのをですね、決めるんでございます。要するにですね、規制をすごくオーダーメイドで考えなければいけないので、これですね、特別用途地区とですね、特定用途制限地域のですね、規制は同じでいいんじゃないかっていう方は時々いらっしゃるんですけども、全然違いますからですね、そういうふうに考えるということは、まだ都市計画を甘く見ている証拠でございます。これはですね、この2つの規制は名前が似ているだけで全然趣旨違いますんで、そこのところはですね、分けてしっかりと覚えておいてください。この2つですね、引っ掛けようとしてくる問題すごく出ますけれども、意味がちゃんと理解できていればですね、こんなのですね、間違えるわけないだろうって鼻で笑えますんで、ご安心ください。チャンネル登録お願いします。まだの人はお願いね。それではですね、過去問いきますよ。平成26年問18、特別用途地区内においては、地方公共団体は国土交通大臣の承認を得て条例で法第48条の規定による建築物の用途の制限を緩和することができる。はい、どうでしょうか。いきますよ。答えは丸です。はい、では過去問活用しますよ。これ一回ちょっと全部消します。はい、では問題です。ちゃんと覚えているかどうか確認しますよ。空欄に当てはまる言葉をお答えください。はい、いきますよ。特別用途地区内においては建築物の建築の制限禁止についてホニャララで定める。地方公共団体はホニャララの承認を得てホニャララで用途制限を緩和することができます。はい、何でしょうか。はい、覚えてますでしょうか。集中して動画見ていないとですね、もうすでにわからないかもしれませんが、いきますよ答え。特別用途地区内については建築物の建築の制限禁止について地方公共団体の条例で定める。で、地方公共団体は国土交通大臣の承認を得て条例で用途制限を緩和することができます。これは答えでございます。特別用途地区とですね、特定用途制限地域、私も動画の中でちょっと言い間違えてないからすごく不安ですけど、もし言い間違えていたらですね、コメントください。すごくですね、これもう紛らわしいんです。喋る分には紛らわしいんですけれども、意味は全然違いますんで、そこのところご注意ください。ということで、また明日。できる明日の世界。